7位が、ホワイトデーのお返しいらないから代わりに私とデートしてと言われながら試されるなるほどね、うんうん、いいんですね、はい、6位が、みんなにチョコを配っている時に、あなたのだけギリじゃないからみんなには内緒だよと意味打ちされながら結構いきますね私できひんなできへんできないですよこれ今んとこ今んとこどれできそうなの走ってかなまあね息を切らして追いかけてきていや、まあまあ、でもほんまにだって向こうが好意あるかなって思ってないと結構できない、うんうんまあね、確かにちょっとそうかもしれないね相手もね好意がないとちょっと怖いやつ多いよね5位がですね、はい、目を潤ませながら、うん、男性ってやっぱうるうるしてるのが好きなんですか僕好きですねうるうるしてる目はうーんそうなんですねなんかすごいなんかねどんな目かな誰かおったやけどな芸能人で何ですか玉尾さん中村玉尾さんじゃなくて佐藤玉尾さんですね佐藤玉尾さんみたいな目なんかうるうるしたああいう目ですね常にうるうるされてますねうんそれをしながら渡すと5位、4位がですねストレートに好きですと言われながらというのが4位でございます、